ただこれ逃げ切れるかどうかですね。突っ込んでくるルーゲに対してはマリン、ここフラッシュ食らいながら下がっていきます。あ、いいですね。あれがワンキル取って下がりました。人数有利のまま、さあ B2 で固めて、そしてディフェンダーサイドからもカバーを待ちます。さあファーストキル、ファーストストライクは今回ファミからスタート。見やすいフラッシュ、ただ一時交換、マリンがここまで抑えています。あとは中を囲い込むだけ。状況スカーズ有利ですね。早めの取り返し、アデが続ける。合計3キル、そしてさらにはマリンが入ってくる、うん、両太が最後は抑えてファーストラウンドをスカーズが取りました。中に入れるところまでは良かったんですけど、結局入れたタイミングですでにスカーズ側ももうボート付近まで取れていたので、はい、余計なところをクリアリングせずに設置の音を聞いて4人、あ、2人取られた。しっかり見えました。1人ファントム買っていた選手もあれですか。お、詰めてる。うわー、ここ、これ倒せたら美味しいですけど。シンギュラリティ。うわー、3人目逃げましたね。ここプッシュしていたことで、うん、ちょっとルゲンからしても、まあ、エコラウンドというのはありますけれども動きにくくなりました。倒したかったですね。倒せれば武器取るチャンスだったんですけど。さあ残り2人、2対5の人数状況、まあ、今までの試合、まあ、コミュニティ大会、公認大会と違って、まあ、最近のアップデートではキープの時の、クレジットの増加が減りました。そうなんですよね。なのでやられに行くか爆発巻き込まれるかしないと損するようになりましたね。この位置、いや、これ盤石ですよ。もう N ポイント待っています。サークのカバーが入りました、素晴らしい。噛んだ上での、まあ、B 攻めをゆっくり展開してますね。一方の守り側のスカーズは中央にケージがあるのでそこに反応しなければというところでファーストキル取れました。さあマリン、リョータと落とされた。さあシュガーゼロ、素晴らしい立ち回り、2人を取って強気ていくでしょうか。フラッシュが入る、あれは避けている、あれ2人でいけず、ここはウンチャンのカバーです。さあここで設置までいけました。そしてアタッカーの勝利。ルゲンがなんとか武器差がありながらもしている状態なので、キャットツリーは、2人での固め、ロングそして A 側バサミの攻め側、ルゲンどうする。さあオニクスのフラッシュから2つ目、そしてダークカバーの中には、いや、ファーストキルは N ポイント、そしてサクもカバーに入ります。中に入っていたモチョ、なんとか中は確保できましたね。ただ人数有利にはなってるのはスカーズなので、これはリテイクの形ですね。さあキャット2、そして3でのリテイク、なかなか珍しいですね。設置音合わせかな。1人目 N ポイント、カバーに入れるか。ここはマリンがスモーク抜きでラウンドゲット、うん、下がりました。新しい、いや、ただこうなるとですね、さっきました、シュガーゼロセンター割り B、 あれファーストキル毎回取っていきます。パラノイアが入っていきますが、うまくこのトリプルの裏に隠れた。4人目、パーフェクト、あれやりました。あれ4キル、さすがのプレーです。立ってるんですよ。さあぶっ飛べ、中の方に入れていくブリッジのアルティメット、しかしここは寄りながらの守りになります。カズ、さあうまくここはサクが取りました。スパイクを設置、スパイク設置、お、さあオニクスがここは高い位置でキルを獲得。いい位置ですね、オニクス選手。リョータもカバーに入り、2対3での取り返し、一人で削ることに成功しているのはでかい。どうでしょう、これは上と下でしょうか。キャットとヘブンでの取り返しになりそうです。これはルゲン有利ですね。なかなかこれクラッチプレーがないと難しい取り返し。これ先にヘブンから顔だ。おお、サク両打、そしてあとはさ、いやー、取り返せるか。それ2人で取り返した。これがスカーズの強さ。ショートが両打がうまかったですかね。 CG の松選手が使うっていう、はい、さあここは、あ、今見えた、見えました。しかしカウンターでもアルティメットが来てる。冷静に相撲を借りましたね。いやー、まだ奥に隠れてるんですよね。何も見えないが、アデも飛んでた。ボートにアデが来た。アデ参上、 いいカバーですねこれ。パラノイア入れながら時間を稼いでいく。時間稼げれば十分。アデは時間稼ぎながら、なんと2人目、最後の残り1名。ただアデ1人だった。ラスト1人は、うん、オニグスのオペレーターです。さあこれスリフティです。エリアコントロールという点では勝ってますね、スカーズが。ただそれでも強引に入れるのが、うわ、これ待ってますよ、このショックボルトなんですよ。うわ、待ってる。さあ、敵フラッシュ来る。ここは避けています。
ウラシは返しも入っている。無理やりドローンを飛ばします。さあ今度は阿部位置変えて、この位置位置はバレました。ただうまく止めるか、シュラウドステップ、ステップ飛ぶ前にやられました。シュガーゼルよく奥まで入っていた。いや、しかし両太策、両太両太と両太3キル、そして最後はマリン、やはりこう固めていたのが大きかったですね。割りが分かっています。すごい音、うん、離婚に刺さった音がしました。あ、ただ守る層はあまり強くないので。さあブリック使った、どうだ、ここはまずファーストキル。そうですね、中に入ることができました。ただすでにこうファーストラウンドと一緒ですよ、もう寄られる形できてしまっているので、中でも難しい。3対3です。まずは抜きからのスタート。ショックダースも飛んでくる、ここは外れましたがブリンクで回避。でもあと1削れればかなりエコとしてはいいラウンドになるんじゃないかな。ただフラッシュ3つあります。リョータカバーに入って3対2の状況を作ってからフラッシュ1個目、そして上からマリン、ようこそ。さあカバーに入ります。素晴らしいスカーズの飛び出し。そうですね、解除してオペレーターキープ、まあ、ただ十分なエコだったと思いますよ。3人抜いて設置もできましたから。まあとはいえ、まあ、スカーズもここまでラウンドを取っていると。いい位置ですね。さあ冒頭にアデが来るところを止めたい。ただこれでアデが飛んだことによって、もしかしてボートバレてないかも。ああバレてる、ああバレた。さあ両者ここでやられます。アデもカバーに入ります。さあ一気に今度はスカーズが入ってくる。それに対してはルーゲンがなんとか中で耐えた。勢い重視でいきましたね。アシュメの2キルでなんとか耐えて、オニグスが最後は取り、ここで10ラウンド目終了、7対3。いいない状況があります。わー、今回はアデプッシュ、まあ、今までの相手の動きが分かっているからこそプッシュができる。そしてファーストキルはマリンです。そうですね、ただめったに見せないっていうところがまたミスですね。そういえばここの左のカーテン登れなくなったんですよ。あー、そっか、はい、なんかワイヤー、あの今まであったら登れたみたいな話があったんですけど、カーテンに判定がなくなって登れなくなりました。なんで登れなくしたんだろう、分からないそこ、そのあたり気になりますよ。気になりますよね。さあブリーチ、ここはセットアップの構え、逃げられないぞ。本当に逃げられないのか、うん、ただもう寄れてますからね。マリンが2キル目、さあ3キル目マリン。いやー、これは完全に攻めあぐれた。マリンのイオンの武器の餌食になったんです。サクのカバーが入った。最後はマリン、おっとここはまずはモチョが通した。飛んでいてもヘッドショット、ワンオンスリー。モチョもしかしたらバレてないですね。ああ、今バレた。いや、これ挟まれてるのが分かった。動きづらいですよ。難しいところですね。オールドローンなんて使ったら、いや、ガレージから処理するのが定番ですが、難しいですね。顔出してくれません。今度はディフェンダーベース、食えるところから食いたいか。今映った、両太が置いています。お見事、8対3。やはり今度1点に本当尽きるんですけど、あのキャット行ってますね。ある程度ツリーぐらいまで取れれば大きく大きく展開できそうだが、 B1 人で行った。あ、でもこれ大きい。1人で潰されたが、それを見てこれはおとりだ、一気にAをそのまま行く。しかしワインにはアデが待っている。いや、しかもアデの判断が早い。そして今度どこにワープする、ディフェンダーベースです。そうですね、自分の体力と相談して長いはできないだろうと、その判断はすごく早かったですね。味方と合流しました。ヘブンにスモーク焚きながら、そしてツリーサイドをプッシュする構え。ルーゲンは3人でツリーをプッシュ、人数不利ですからね。だから、まあ、よくある光景です。いや、でもこれオニグス1人目かも、2人目はいけず、ただ2人さらに追加で構えてくる。素晴らしい、ワンワン。2人目がすごいワンテンポ遅かったので相手も来ないって思いましたね。ただ何度も見せてくる N ポイント。もうちょはどうだ、 1v1 確定する。1v1 の過激 N ポイント、ギリギリ間に合う、間に合った、9対3。うーん、読み合いでしたね最後は。さすがの N ポイントでした。完璧でした誰もが一度言いたい単語です。そうですね。さあ視界が奪われて、中にもう入ってるマリン、うん、僕らも見逃していた。そのぐらい速い動きでマリンが中まで入って、もう位置が分かっている。もうあとはスカーズがやりたい放題だ。ジェット軸の立ち回りができてますね。ラスト1人、パーフェクトラウンドになるでしょうか。頭には当たった、頭には当たったんですけど、それでもクラシックですからね。中寄りでしたね。さあここはモチョが構えます。アフターショックが来るので前には出られません。しかしリコンボルトも入っているので、ここは守れるかルーゲン。
3人目はいけず、2-2交換。さあ、ここはファミが抑えるが、いや、でが、あでどうする、強気のシュラウドステップ2対2です。どうするかな。スパイク確保、ちょっと手が見えた。おお、ここ中に入りたかった、でを抑えました。ワンバイワン、フラッシュで見えません。スパイクは目の前、位置変えましたね。くれればスパイクを確保。いや、これでもいくらでもワンチャンある。 1V1 ファクからすると別に中に入らなくてもいい。さあ、ここはサク、これがプロだ。ここもクラッチ、冷静な。12対3。どこかでシュガーゼロもワンピックしたいような動きです。ただクレジット的にも苦しい中でファーストキルはマリンです。新しい4スキンのファントム。いや、出がやはり動き回ってますね。先ほどのあのボスそうでしたけど、めちゃくちゃコントローラータイプなのに一人突っ込む。アグレッシブリーグ、マリン先キルを取ってもう場を荒らしています。バッキー、いや苦しい武器だ。ただチャンスがある武器なくはないんだけど、距離は遠すぎた。